戦国斬り。なんというまがまがしき姿よ。これが闇竜サムダか。ホミロン危ないわ。後ろに下がってなさい。僕もう逃げないって決めたんだ。世界を元に戻すために一緒に頑張るよ。ホミロン、お前も随分強くなったな。よし、行くぞ。はぐれるなよ。なんて頑丈なやつなの。これだけ攻撃されてひるまないなんて。これが闇竜。他の魔物とは桁違いの力ですね。行くぜ。見せてやるぜ。血のスパーク。られない。なんて力なの。どうしよう。こいつを止めるにはどうしたら。落ち着け。奴も無敵じゃないはずだ。ここまで追い詰められてしまったか。残されているのはもう城のみですわ。ここを突破されたら世界中が。本当に最後の砦というわけですね。来た。みんな作戦通りに行くぞ。行くわよ。スクルト、バイキルト、ヤミリュウシャムだ。覚悟しなさい。息子よ、この光の腕輪は我らが代々守ってきたもの。とても強い力を秘めた特別な腕輪なのだ。だがお前が真の勇気に目覚めぬ限り、腕輪の力もまた目覚めることはない。真の勇気とは
恐怖に立ち向かう強き心、そして己の身に変えても大切なものを守ろうとする優しき心、お前が真の勇気を持つ者ならば、きっと腕輪は応えてくれるだろう。パパ、僕、二人を守ったよ。ホミロ！光の腕輪、そうか、やっぱりホミロンの冠が。やった、やったよ。僕、真の勇気を出せたんだ。光の腕輪が答えてくれたんだよ。ホミロン、すごいわ。ホミロン、お前は本当にすごいやつでです。あれを、シャムダの体を覆う闇が腕輪の光で弱まっていますわ。倒すなら今だな。作戦は、もう必要ない。あとは立ち向かうだけだ。ホミロンに負けない勇気を持ってな。お前を倒して絶対に取り戻す。魔物と人が共に暮らすあの世界を。二人とも本当に強くなったな。守護者として誇りに思うぞ。さあ、このわしがついておる。持てる力を全て発揮するのじゃ。伝説の闇竜シャムダと戦うだなんて、さすがに予想はしてなかったけど、最後までとことん付き合わせて。調停者としてじゃなく、仲間としてね。泥棒を追ってきたら、まさかこんなすごい相手と戦うことになるなんて。私ってとってもラッキーね。やっつけてお父様に自慢してやるわ。シャムダとの戦いに勝てば、この世界を破滅から救うことができるのですね。その時は私も姫様に、やはり私には、俺は大勢で群れるのは好きじゃない。だが、たまにはこういうのも、仲間の絆っていうのも悪くないな。よかろう。ガゼン燃えてきたでガス。ここで出会った大事な仲間のために、一肌でも二肌でも脱ぐでガスよ。まったく、レティスったら大変なことに巻き込んでくれちゃって。まあ、でも感謝しなきゃね。この世界で最高の仲間と出会えちゃったわけだし。分かったわ。まさか絵本で見た闇の神様と戦うことになるなんて。
いつか私に子供が生まれたら話して聞かせてあげたいですわね。私とフローラさんがこんな冒険をしたって知ったらみんな驚くだろうな。こいつをやっつけて元の世界で待ってるみんなをもっとびっくりさせてやるわ。見せてやるぜ、ジゴスパーク。まだこれほどの力が。何かもう一押しあれば。煉獄斬り、皆さんご無事ですか。この通信バトシエだわ。よかった、最終調整が間に合ったのね。これより我々も一緒に戦います。世界に平和を取り戻しましょう。私たちも応援してます。どうか闇竜を倒し世界を守ってください。我が一族も皆で祈りを捧げています。あなた方の勝利を願って。私も乗せてもらったわよ、この戦いの結末を見届けるためにね。聞こえましたか？他の町の方々も駆けつけています。ありがとう、みんな。頼もしい部下を持てたこと誇りに思うわ。それじゃ総員砲撃準備、全弾惜しみなくぶっ放しなさい。お任せください。聞こえたな、みんなの声が。よし、最後の作戦を言うぞ。ここまで来たら俺たちが取るべき作戦はたった一つだ。いいか、よく聞けよ。イガブレイク。え、まさかまた長いやつ。いや、今までで一番シンプルさ。全力で世界を守り抜け。以上だ。了解。